はい、じゃあ、さあ始まりました今日もトゥナイト。今日もトゥナイトってやばくない？今日もトゥナイトって言わなかったよ頭痛が痛いみたいなこと言うのやめてもらっていいですか第5回第5回ですか、はい、第5回第6回、はい、第5回か5 5 5 5第5回、はい、はい。おたぼ先生によるはい UTGI エグザード講座、うん、今日のメニューをお願いします。今日は、シンとアクセルの対策かな、はい、来ましたね。はい、どっちが先にやりますか。まあ今シンにしちゃったし、シンにするかな。じゃあシンから。うん、最近ちょっと思ったんだけどさ、はいはい、なんかそのまあ結構基礎配信とか、まあ、今までの配信で何がこうした方がいいとかそういうのいろいろ言ってきたけどね、うん、やっぱそれでもまだなんかさ、そのちょっとどうしたらなんか何をすべきなのかわからないみたいな感じの人がいるっぽくて、ほう、でなんかその RPG とかだったらさ、うん、自分のステータス割り振りっていうかさ、もう見えるじゃん、はいはいはい、例えばパワー150、防御力120とかでさ、はいはいはい、だちょっとこれスピード足りないからちょっと次 SPD 上げるかなとかなるけどさ、うんうん、格ゲーそういうのないからなんか、あ、何が足りないか自分で分かんない、分かんないっていう風に、あ、まあそのな、ね、なんで負けてるかなんで勝ってるかは100分でいいかもしれないけど、例えばじゃあ自分をどこを鍛えたらいいっていう風になった時に、はあはあ、まあだからどこに振るべきかというか、まあ対戦してどこを意識してやるべき、まあ、どこに経験値割り振ったらいいのかみたいな分かんない人とかいるっぽくて、あれだったからちょっと喋ろうかなとは思ったんだけど、喋ったっけそういうの。でも動画を見てっていうのは言ったよね。動画を見て、うん、タイプが出てるかとか、ゲージの使い方合ってるかとかは確認した方がいいよっての言ったよ。あ、そうか、そういう話したんだっけ。そう、そういう話は2回目か1回目で言ったの話したと思うんだけど、うん、そう、認識するのはむずいって言われるね。なるほどね。意識コマテクコンボ制度、いや、なんだろう、でもいろいろあるよねなんかステータス化したら結構格ゲーって結構多い気がするなと思うもん。あー、そのプレイヤーの、うん、そう、この人は例えばこれが例えば100すごいあるけど、その代わり防御80とか、そう、デフが30ですみたいな、そう、全部100のやつはいないよね。いないね、いないよね、うん、いないと思う。必ずなんか誰かしら弱点があるのが面白いよね。そうだね、そこ格ゲーの面白いところだよね。まあでも確かに動画とか見たり、あ、そうか、今リプレイ機能優秀だからあれか、自分の動画見返して、そう、自分の動画これ見返せると思うんだけど、見返せ見返せるっていうやつは、うん、すぐ一瞬でできるね。あれだな、あとはその極論、あ、そうか、言ったわ、ダメージ食らわなければ負けないから、そうそうそう、ダメージ食らったポイントを動画で見直して、そう、でそこでダメージ取られなかったら、うん、勝ってるかもしんないよねっていう話でした。そうだね、そうだそうだ、じゃあそうですね、あの困ってる人は動画を見返して食らってるところを、なんで食らったかのかを、なんで食らったかを分かるようにして、分かんなかったら分かるようにして、分かってた場合は次そこで違う選択肢を出すとかやってみようっていうことかな、うん。じゃあそれも講座で見ててもいいかもね、動画見て、あ、ここで芸術使ってるのもったいないかもねとか、ね、はいはいはい、これ食らったのが多分試合の分かれ目だよねとか。あ、やる、あ、じゃあ今度やろうか、まあ、うん、じゃあ次回か次次回ぐらいにやりましょうか。せっかくなら次回でもいいけど、じゃあそうだね、近いうちにやるということで。見直すとね、分かりやすいんだよね、やっぱ試合の最中に、うん、まあ、マチョを解説するのもあるんだけど、うん、なんか全体で見たらここがダメだったよねっていうのは、うん、やっぱり動画を一度見た試合を見直した方がそうだね、うん、まあ、アドバイスしやすいかなっていうのも。じゃあ今度やろうか、今度やりましょうか、はい、じゃあそんな感じでその時をお待ちくださいはい、じゃあシンからやりましょうか、うん、こいつちょっと特殊っすよね、システムがなんかちょっと特殊一つ増えてて、そう、肉ゲージが、うん、まあ、この肉があるんだけど、これね、ちょっとね、覚えておいてほしいことがまず一番最初にあって、この肉ゲージなんだけど、はいはい、このマックスのこのマックスの状態じゃなくて、試合開始した直後が、うん、1万っていう設定なのね。ああ、これが1万なんだ。そう、1万っていう肉ゲージ1万っていう設定、はい、打ったら1000減るの、1000ずつ、これ1000ずつ打ったら3456789910ってわけよ。ああ、ほんとだ。そうなんだけど、はい、これでまず2回キャンセル、技から技でキャンセルできるじゃんこのキャラ、うん、できるね。そうするとね、2000減ってんだ、だから今3000使ったんだよね。ああ、なるほど。例えば1000、3000、4000、5000、
6000、7000みたいな感じで、あ、ごめん、ちょっと間違えた。え ?1000 の…ひさたをキャンセルした場合は2000ずつ減っていくんじゃない？そう、2000ずつ、そうそう、ごめん、そうそうそう。じゃあ1000、3000、5000、7000、そうそうそう、9000か。そうで、今8000で1万みたいな。あ、ほんとだ、へぇ、知らなかった。なってるんだけど、はいはいはい。あ、その代わりこれだけ別ね。これ1000なんだ。あ、これも追加で1000ってこと？これはね、1000から1000なんだ。そう、追加で出してんのに2000じゃないんだ。そう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 、っていうやつなんだけど、でよくね、芯のね、連携が抜けれんとか、いつ抜けたらいいかわからんっていうのがやっぱ圧倒的に多いんだ、はいはいはい、その質問の中として、ね、そう、はいはい、俺も実際この講座始める前に芯がわからないっていう内容が多分ね一番多かったな。あ、レオとかよりもね、もう圧倒的に芯のが多かった。まあ多分人口が多いのかな、熱帯わかんないけど、まあ芯を聞かれることがすごく多くて、はいはいはい、そう、まあちょっと久々キャンセルするし、うん、その突進技のスライディングみたいな人たちが有利フレーム取られたりとか。そうだね、まあそれもある。あ、ごめん、あとこれゼロね。あ、それはゼロ、これ一生ゼロ、はい、そう、そう、それがあるんだけど、ただ考え方みたいなのがすごく大事で、なんか、はいはい、何が何に勝てるかを知るのを、まあもちろん今日もやるし大事なんだけど、うん、一番大事なのは考え方だなって俺は思うのね、うん、で、その内容としては、うん、まあこれが有利じゃん、ガードさせてね、はい、そう、ガードさせて有利だから、同キャラだったら例えばこの後にこれやられても、まあそれはまあさすがにだけど、まあ結構勝てないわけじゃん、はい、で、これが有利だから直画しないと何も起きないんだよな。はいはいはい、うん、直画するとこっち、直画するとそっちが有利になる。そうそう、そっちが有利になるんだけど、その代わりこれに負けちゃうんだよね。あー、はいはい、そう、でもこれって3000使うんだよね、バーニングゲージをね、はい、うん、で、これ3000使うじゃん。で、ビークってさ、結構不利なの、これ不利っていうか、まあその結構微妙なので、まあただビークやった後に こんな風にできるほどのフレームはないのよ、正直な話。ああ、そうなんだ。そう、そっちやろうと思えば、ただ遠いからなんともなんないだけ。ああ、なるほどね、はい、そう、だビークビークとか、これ遠いから相手が何もできないだけなんだよね。ああ、なるほどね、そうそう、はいはい、あ、じゃあ立ち合いとかだったら悪いの、ビークビーク。例えばここでじゃあビークビークやってよか。そうそう、ああ、なるほどね、直感されたらなおさらもうきついわけよ。そう、だからこれからもう一回ビークとかって結構きついんだ。はいはいはい、そうなるとさ、じゃあもう一回エルク打たなきゃいけないんだよね、こうか。ああ、なるほど、除外されてる場合ね、はいはい、まあ例えばだけどね、そうするともうすでに5000減ってんだよね。はいはいはい、で例えばそうだな、5000減った状態でこの状態で立ち回りに戻るとさ、まあソルとかだったらまだいいよ、短いから、うん、ファウストとかベッドマンとか、まあザトもそうだけど、常になんか肉にリスクを背負わせることができるようなキャラって結構きついんだよね、うん、あー、なるほど、戻っちゃったら、そう、もうこれがあればいいんだけど、はいはいはい、これがあればまだいいけど、まあ基本的にはきついくなっちゃうの。だから肉が減った状態になったら崩さないといけないんだよな、うん、あー、なるほどなるほど、うん、そう、崩す、だから例えばそうだな、ここが崩せに来ないといけないってことか。だってダウン取らないと、また例えばさ、この先っぽでこうこういうのやってたらさ、こんなんまず相手が焦んなきゃ崩れないじゃん、これ、うんうんうん、で、5000しかないのにこんなことしてたらさ、もう一瞬で1000とか0になっちゃうから、はいはいはい、なんかもっとずるしいことをしなきゃいけなくなったりとか、うんうんうん、まあちょっとリスクを背負う形にならないと、うんうん、なるほど、そう、肉を食い直しができないから、そうすると自利品になるから、どっかでどうせやるのがこういうのとか、こういうのとかするんだよね、はいはいはい、そうそうそう、なるほど、そうで、まず1個大事なのが、まあ、その考え方、そう、肉ゲージ芯側からしたら減らされてるっていう風に考えたりする場合もあるってこと、うん、キャラにもよるけど、直化されてる場合ってことでしょ。そう、直化されてる場合、なんかこれ直化されたらね、もうそう、暴れ倒すには、まあ、バックステップとかでもいいけど、ソロだったら例えばハフニールするとさ、当たるんだこれ。そう、あ、なるほど、例えばだけどね。で、それ止めるには例えば、まあ、こういう風にするとか、でもこれ直化されたら遠征に負けるし、でやると鉄板なのがもうこれしかないんだよ。なるほどなるほど、そう、だから全てに勝つのがこのエルクビークっていう連携なんだけど、うん、全部を使うには、いや、全部を潰そうとするにはやっぱそのエルクビークをするけど、うん、肉がどんどん減ってしまって、うん、っていう考え方がまずあるっていうのを大前提。なるほど、そう、なんか精神論がちょっと入ってくるね、うん、その精神的に優位かどうかとか、うんうん、精神的っていうか、そのまあなんて言うんだろう、自分がなんかガードしてるときもやっべやっべって思うよりも、あ、どんどん減ってって減ってって、おしおしもっと減ってみたいな考え方の方がいい。そう、じゃないと、むしろそう、なんかよく言われるのが、まあ、やっぱこれこういうのとかきついんだけどって言うけど、そしたらもうね、飛んじゃえばいいんだよ、さっさと。
そんじゃ例えばだけど、そうだな、まあこういうふうになんかやってさ、でこうやって、こうやって例えば、あーごめんちょっと違うな、なんて言うんだろうな、あーどっからやればいいかな、あエースからでいっか。あとなんかもうこの辺だったらさ、こういうのだったらもう絶対やるんだ。したらもうこれあらかじめ飛んじゃえばもう結構きついんだよね。そうで、じゃあ話すのって言ったらさ、話したらもうないじゃんもう。あーもう行くわね、なくなっちゃう。そうそうそう、はいはいはい、結構きついでしょ。そしたらもうお前も芯使っていくからだけど、でもこれ芯使った方が早そうだね。芯の気持ち、あそれはあるかもしれない。芯の気持ち相当わかんないと厳しいかもね、うん、そう、あのね、強キャラかもしれない。肉がない芯はマジでただの芯だよ。ただの芯っていうかもうただの芯だよ。もっと弱くなってんから今の状態でただの芯だよ。これ結構ね俺は嫌なんだよね。あないと困る。とりあえずね、遠距離キャラはマジできつい、本当に。なっちゃったら待って、ファウストとか遠水一緒振られてるだけでさ、もう俺ダウンさせられねえんじゃねって思っちゃうもん。で、ね、残り1000になった時にさ、あじゃあこの状態でさおおいとかなるじゃん。こういうことしてもいいんだけどさ、ダウン取れないんだ。はいはいはい、そうで、ダウン取れるのがこれだから、これに当たるのだけ気をつければ基本的に何も起きないんだよね。あーなるほどね。そうで、こんな打ってもさもう終わりじゃん。そう当たっても終わりだから、もう技は打てないじゃんとりあえず。そうなるほど。そうで、肉機関がだから強いって言うんだけど、その肉機関をされる前の行動を止める。よくあるのが、まあ、ブルかタメビークがほとんど。だって例えば、わあなかった、これとか止まるんだ。読んじゃえば止まんのね。ごめん今食えてないんだ俺。そう止まるんだ、読んじゃえば。でそのだからガードレベル、なんていうの、攻撃レベルか、高いこういうのとか、そのこういうのとかをやってから肉危険を返すると、まあ返せないっていう、うんうんうん、なるんだよね。なるほど。そう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 。だからね、そう例えばねこの状態でこけるとかでもこのもうちょいない時とかにこけるとかでも結構きついんだ。まずこれが打てないじゃん、まず3000以下の時。ああなるほど、ね。3000以下の時ってだから勝利の選択肢ほとんどないんだよね。なるほど。そう3000以下の時はこの黄色になったら3000なのね。ああ分かりやすい、ね。2000、はい、そう1000ゼロなんだよ。え、黄色から3000なの？そう、黄色から3000。ほら、これ何千使ったじゃん。ほんとだ。うん、で、6000使えば分かるか。6000使ったじゃん。1000、2000、3000、4000、5000、6000というわけで。あ、ほんとだ！へぇー！これすごい分かりやすいんだよね。そう分かりやすい、確かに。うん、で、黄色2個あるから、3000と2000をちょっと勘違いしちゃうとあれなんだけど、はいはい、まあでも。黄色になったら必殺技、必殺技ってのはできないんだもん。できない、もう絶対グーになる。そう、お腹すいちゃうから。だから多分そこでブルじゃねえや、あのホーク打ってきた場合はこうするんだ。はいはい、なるほどなるほど。こうやって逃げるしかないから、もうバレバレになっちゃうから。これわざと黄色にしたんだ。じゃあわかんない、どうでしょ、どうなんだろう、ね、松田考えてるでしょこれ。確かに確かに松田考えてるね、待って。確かにそうなんだ、うん、わざと黄色にしてるでしょこれ松田さん。だから黄色の状態はもう昇竜拳がないものと、むしろブリッツの方が本命なんじゃないかっていうレベルでね。なるほど、逆転するなら。そうそうそう、そこまで考えてたか。あ、じゃあ黄色になってたらもう必殺技必殺技ないと思った方がいいんだ。ないね、うん、まずない。もうロマキャン込みだ。そしたら例えば、あーなるほど、こんな感じ、うん、無理やり。いやこういうのもきついんだよね、うん、だどっかでむちゃくちゃして肉を食うっていうところをだから考えなきゃいけない、うん、ドグラさんとかやってんの大会で一緒に組んだ時やってみたのは、うん、こうだね。あーもうやっちゃうから、あーもう警戒してるやつに。そうもうだから、はいはい、その場所をやっぱ選ぶじゃん、新型がさっきも言ったけどこうか、うん、まあ、こうとか。場所を選ぶからこうやって、なんかむちゃくちゃそう、あのずずしいことするんだけど、やっぱか何回かやってても返されてたんだよね。ああ、ロジェ見たら、まあまあまあ、そうバレたらね、それ。そうだから結局はどこで相手が肉を食うかっていうのをやっぱ一番念頭に置かなきゃいけないなっていうのはある。うん、なるほどね。スレイヤーだったらケイマップを打たれたらもうきついし。うん。結構じゃあ逆にゲージが黄色じゃないときにシンは肉食わないで置き攻めしに来たりとかあるわけだ。ひざざが2回出せるっていう計算で。そうだね。人によるけど、なんか俺だったらもうね、例えばそうだな、もうこれぐらいだったら俺も食っちゃうのね俺は。あー、ただ土倉さんとか見るとやっぱ結構そのこういうのそう言ってるイメージがあるから、はい、そうなるほどね。で1回に食うとこれ1万まで回復するから、はいはいはい、そうでさらに食うとまあどんどん増えていっちゃうけど、まあとりあえずその1000でも減った状態で食うと1万に回復するから、うん、それで1万に回復する手段、ああ少しでも減ったら、そう1万までしかいかないんだ。1万までしかいかないんだ。へえー、なるほど。1000しか増えない。ほんとだ。でここから来るとどんどんままとか増えていくんだけど。へえー、そうなるほどな、うん、でじゃあ次読み合いの、まあ肉をどこで食うか
とか、はい、まあ、そこの読み合いとか、まあ、考え方みたいなのは、まあ、これで分かったと思うんですけど、はいはい、そしたら次じゃあ連携の読み合いは、まあ、さっき言ったようにこれの暴れ通しの、はいはい、エルクが有利で、でそれを直下すると読み合いが発生してしまうからもう一回打たざるを得ない状況になっていくよっていうのは、うんうん、まあ、話したよね。そう、そしたら次はもう、まあ、あとほとんどこの2つだけで、まあ、割と真の7割ぐらいは解析されたんじゃないかっていう感じなんだけど、俺からすれば。あとみんな気になってるのあれじゃない、ビークブンブンされた時に、うん、ビーク何させばいいんですかとかじゃない。ああそうすると個別キャラ対だよね。なんか弱点はあるのビークに。テイクザッシュに若干負ける可能性があるのと、ブリンガーみたいな技に負ける可能性があるのと、グランドワイパーとか、L のシャガハイみたいに低姿勢技に潜られる可能性がある。はいはい、ただ、毎回勝つわけじゃないんだよね。はい、テイクダッシュしてみ。あのね、ちゃんとしないと当たるんだ。お、君うまいね。うまいよ、俺は。うん、まあ、今更気づいた。お、やるな。俺はうまいよ、言っとくけど。お前、コーヒーになったりとか。まあ、その場所、時を選ばないと、はい、そもそも登りに引っかかったりとか、するっていう。お、うまいな、お前。いや、俺はうまいよ、言っとくけど。うん、まあ、そういうことかな。じゃあ、その選択肢を持っていけば、うん、勝てるよ。まあ、だから、相手はテイクダッシュしてくるとか。そういう風になってくる。まあそういう読み合いになるよね、どうしても。あとは、まあ、放置か、まあ、テイクダッシュ。そうだね、あとね、放置も結構ね、例えばこういう風になんかどんどんやってるとさ、どんどんなくなってくるんだよね。もうすでにこれ6000ぐらいしかないんだけど、はいはい、まあ結局スライディング食らわなかったら、そんな痛いのゲージなかったら食らわない。そうだね、これをカウンターするか、これを食らうかが一番まずい。これ通常ヒットしても、これヒット確認できてこれぐらいしかないんだ。はいはいはい、はい、そうで50使ってうんみたいになるから、うん、ここは放置でいいと思うから。なるほどね、うん、だからなんか無視するのも大事。なんかスタンエッジだったら一生打てるじゃん、うんうん、ビークドライバー一生は打てないから、どっかでさっきみたいにこれを介入するから、どっかで、はいはいはい、これを読むゲームだから。なるほど、極端な話すると新鮮は肉が食う場所を読むゲームっていうところ。なるほど、 それを大事にしておけば、もうその辺の芯には負けないんじゃないかなっていうふうには思う、俺はね。あともう一つ、まあ一応多分ビーク対策したけど、スライディングもみんな気になってると思うね。マジで？ん？どういうこと？スライディングぶっ放し？ああ、スライディング、直側でもまあ確かに有利取れるけど、確かにビークと読み合いしたくないって場合は、エルク自体を止めてしまう。うん、どうやってるの？技を受けようと思います。タイミングが良ければ。タイミングが良ければじゃないかも。でもそりゃそうでしょ。まあ、そんなお前、そんなこんな技を、ほら、古来から突進技強いって決まってるじゃん。確かにね。そう、起きない弱いん。そう、ほら、ほ、いて、そう、ソルトが足払い置かれると結構めんどい。まあ、減るからな。そうそうそう、まあ、これちゃんと成功してれば今回減るから。垂直は微妙？垂直はね、すげえ難しい。は？ああ、まあ、確定しないかも。まあ、そう、今みたいに、ちゃんとやんなきゃダメ。なんか、波動拳に前飛びするのと一緒。はいはい。そう。ビタでやれば勝つよっていう。見てから無理だもんね。ソルの場合はね、なんかね、俺、Sボルカ試したんだけどね。違う、見てから、あのね、いや、ジャンプそう、そうそうそう、これ確定だ。へぇ、そうそうそう、たぶんいけるよ。いや、いけるか、これたまたま飛んでた時に、エルク来たら、そう、今、ああ、なるほどね、はい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 。で、こういうのが、もしかしたらキャラによってあるかもね。そういう機会じゃねえかよ。だから、その、下の方に、判定がよく出てる技を、見た瞬間バーンと押せば、たぶんいけるよ。へぇ、まあその代わり飛ばなきゃいけないとなると、まあこれに当たる可能性も増えたり、確かに そもそもこうやって走ってきたやつがこういう風になっちゃうとかあるから、まあそこはいろいろね、そのエルクをどうするかっていうのは、まあいろいろ考えた方がいいかなって感じ。ちなみにミリアとかだとマイケルで一方勝ちするから。ああ、なるほどね。そう、はいはい、あれゲナム的だから、そう、その代わりこれで一発で死ぬんだけど。ああ、そうか、それで死ぬのか。 その辺の金はあるけど、まあ、はいはい、その要はエルクとビーク両対応するのはむずいけど、一番の両体は我慢、うん、そう、我慢すればどんどん減っていくから。で、だから芯ってさ、だからさ、むやみにゲージ使えないんだ、変なところに。たるこういうことする人いるじゃん。あ、これ、いるね、序盤ですると、もう肉気がなくなるから。はいはいはい。そう、崩さないともうゲージがない人になっちゃうから。なるほど。そう、だから最初は絶対にもうこの手のものしかやらないと思っていいと思う、うん、そういうことしなかったらもうその後きついはずだから。もう、なるほど、なるほど。要は効率的に、理屈的に結構、うん、厳しい選択肢、負けやすい風になっちゃってるから、したらまあそれでいいかなと思うから。なるほど。そう、じゃあもう、まあ、スライディングとビークに困ってる人多かっただろうし、まあ、そこ対策しちゃえばって感じ。そう、ね、うん、そう、あとは昇竜拳、あのホークメーカー、
あーはいはい、フォークメーカーだけ対策がいる。これこれもキャラによるんだけど、まあ、鉄板なのがよくやるのが詐欺重ねに対してバックステップを仕込む。ごめん、詐欺重ねにバックステップを仕込むと、はいはいはい、例えばボールから締めるじゃん、まあ、じゃあ足場でもいいけど、そう、それにバックステップを仕込むと曲がなってるけど、君詐欺重ねじゃない、それ遅い、私詐欺重ねやってねえな、うん、投げれそうだもん、飛べるもん、ボールからやります。で、芯遅いよ、そうそうそう、はい、ってやると、はい、まあ前、まあ、ソロだったら前ハイがカウントする、一発で終わる、そうそうそう、まあそんな感じ。あ、もうほら勝利券をこれ打てんやろってなっちゃうよね、うん、でそうすると詐欺重ねに対してバックステップするっていうシーンの裏の裏の選択肢か、あが、そう、生きてくる、そう、仕込めないから絶対打撃を、打撃仕込んじゃうと逆にこれに負けちゃうから、ホークに、はいはい、そう、これで、そう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 、はい、でこっちのバックスの性能がそれなりにいいから、やっぱり大体良くなっちゃうから、まあそこは2択になりやすいんだけど、まあそのホークを嫌ならバックステップ仕込むといいよって、自分にリスクはないからね、はいはい、うん、マジむずいな、でもバックステップ、そうで、ちなみにソルさんはね、優秀なお方だから、はいはい、ガードしたらボルカ確定なんだ、はぁ、あ、完璧じゃねえかよ、そう、これやって何にキャンセルしてもダメ、マジか、え、取るだけだったかな、ごめん、これだけ、あ、取るだけ、取るか、そう、直下したらどうだったかな、なんかね、詐欺飛びにガード、とりあえずガード意識してこういうふうになると、ビークやっても確か恋愛なんのかな、おぉ、わぁ、きれい、マジか、強い、そうそうそう、まあそういう感じになるから、まあキャラによっては昇竜拳が早いキャラ、チップもそうかもね、あー、はいはい、飛び以外は、はいはいはい、良くなっちゃう、で、飛びってことはもう当ててもリターンないし、そもそも対空されるから、確かにかなり分の悪い選択肢を打ってるってことになるから、まあそれはそれで OK かなっていう考え方にすればいい、うん、なるほど、そう、だからそこがまあホークベイカーの対策かな、避けるが一番大事、避けちゃえばもう終わりやからね、そう、だからあとはそのね、音がめシーン入んないんだ、距離が出ましたよ、やめてください、話進めてくださいよ、嘘つけよお前、進めてくださいよ、まあそこがまあ2層かな、なるほど、そう、一番やっぱ芯でね、一番ダメなのがね、対空リターンがでかいんだ、どんでみ、まあ例えばだけど、まあこんな感じにさ、もうこういうの入っちゃうわけよ、で結構減るんだ、減りすぎだねこれ、そう、対空からすんごい減るから、飛びを多めにした方がいいっていう風に思う人結構いるんだ、新鮮、うん、特にソル使い俺結構対戦してきたけど、飛んでこない人ほとんどいないんだよね、飛ぶなとは言わないんだけど、これもさ、こうなっちゃうんだ、おお、減りすぎだろ、はいね、そう、だから空のダメージじゃねえだろ、上がね、一番減るんだ、回もそうだけど、なんだかんだね、普通のキャラなんだよね、対空が減るけど、うん、地上はまあ、そのミソな部分を当たらなければ、なるほど、まあ、いいよっていう感じになってる、だから上メインになるとこっちが減るのがメインになるよね、あそうそうそう、まあ、リスナー合わなくなるよね、だからそう、部が悪くなっちゃうから、そのやっぱ我慢をするっていうのが新戦の中では一番重要なんだ、うん、なるほど、我慢比べなとこあるよ、うんうん、そのうちさ、新側もさ、一緒直側とか例えばこれされてたらさ、うん、なんかさ、こういうことするんだ、はいはいはい、そこをポイントで見てその読み合っていくのが大事かなっていうのを思う、うん、そこでようやく暴れるっていう、逆に暴れすぎちゃうとね、もうバーンってこれがカウントしたらもう戻ってきてすぐ減っちゃうから、お前ほんと死ねえな、お前下手だな、じゃあベスト5の癖でボタン連打したら最速出るもんと思ってさあ、そういうこと、あ、そう、こういうのになっちゃうとさ、あ、ちょっと流れすぎちゃう、そう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 、だからその何をなんか食らっちゃいけないのを、まあ、とりあえず覚えて、うん、食らうにしてもちゃんと自分は何に勝つためにさっきはこういう風にしてたから、うん、こうとかそういうの読み合いをちゃんとできないとダメだね、だからその今までの講座で教えてきたその読み合いの部分とかを、うん、ちゃんとその リスク管理っていうかさ、その辺を具現化できないと厳しいね、うん、なるほど、それが強キャラのゆえんだから、分かってないと封殺できるんだこのキャラ、うん、L もそうだったけど、だから強キャラの理由の一個だよね、なるほど、読み合いになってようやくそれでも有利だけど、まああと芯がきつくなる、こいつ結構柔らかいんだ、すげえ減るんだワンコンボで、
そう、まあそういう適当なコンボでも結構減るわけよ。そこが唯一、まあ勝利権がね。誰が適当なコンボやねんお前。考えたっちゅうねお前。誰が適当なコンボやねん。まあ結構減るから、はい。なるほど。そう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 。まあそこがね、まあ弱点、弱点は言い過ぎなんだけど、まあ若干の弱みではあるから、うん、あのその辺をね、うまくやっていけばいいかなと思う。あとは崩しがやっぱ強いから、これをね、頑張って見れるようにすると、その、うん、崩し、中下がまあ大体メインなんだけど、うん、例えば、こっからとか、これと、まあ、着地下段みたいなさ、はいはいはい、もしくは、詐欺と見せかけて、あれで、これとか、まあ、要はジャンプ D、中段、まあ、これも結局中段だから、うん、そう、これがメインで、ゲージ50%あると、投げ食らうと、まずいよっていう。ああ、ミスった。まあ、これで、まあ、5割以上減るから。やべえな。そう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 。で、画面端行かなければね、そんな減らないんだ。画面端行っちゃうとダメな理由が、赤ホークって言って、なんかこのホークメーカーって、今赤いじゃん。ほら、青いじゃん。青いっすね。これ、浮きが違うんだ。例えば、そうだな。これ、青いじゃん。こっからだとさ、全然浮きがひる、あれで、まあ、ソロは拾えるんだけど、こんな感じであんま減らないのよ。まあ、はいはいはい。まあまあ、逆に赤いとね、すごい減るの。まあ、その、フルコンが入っちゃうってこと、要は。はい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 。なるほど。で、その、赤ホークは要は拾えるってことなんだけど、画面端がね、足払い入るとほぼ赤ホーク入っちゃうんだ。ああ、ほんとだ。そう。で、中下どっち入ってもいっちゃうから。画面端だけ、その、食らうと、すごく、手痛い。なるほど。そう。でさらに、まあ、真の一番恐るべきところは、このソルでいう、まあ、ANS のリターンがバカ、うん、すごく高いの。これ遠距離です。いりますね。で、何がまずいのかっていうと、これ入れ込んでいいんだ。当たってたら、そうやな、負けはしろってこと。まあ、カプコンで言うならあれだね、殺意のチラシ波動に似てるね。あ、当たるとヒット確認からコンボして減るんだ。でガードされてたらそのまま別に、まあ、打ってもいいし打たなくてもいいしみたいな。そう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 。これがもうすごく真の強みだなって思うから。じゃそうなるとね、やっぱね、この2個の技に対しての検査書を調べるのも絶対大事。そう、この間俺ミカド行ってきてさ、結構ソルと、まあ、いろんな人とやったんだけど、はいはい、まず何も起きなかったわね。ラウンドいくつか取られたぐらい。そう、大体の人もほとんどこれと対空だけで複雑してやったから、やっぱ真に対してこのエースをね、直接とがめられたのがね、ブリンガー以外なかったんだよね。あ、へえ。通常技で確かに勝つのきついんだけど、一応あるから、その辺を調べてないとやっぱそうなるなっていう風になっちゃったんだよね。そう、確かにキャラ差結構あるんだこの組み合わせ俺の中では。はいはい、はい、そうだけど、そのやっぱできること、まあソル側だったらその通常技、そのマイピーで勝てるんだ、例えばエースとか。あ、本当だ。そうそうそう、これ知ってる知らないでまず違うじゃん。確かに。そう、そうなるとブリンガーってさ、様子見でいいんだ。まあこうなるじゃん。でブリッツしてくるもんだったらこんなことしてさ、こういう風になるじゃん。確かに。そう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 。だからもう読み合いが結構きついんだ。直が投げでもいいしさ、だからその大味になるよね、試合がどうしても。ブリンガー当たったらいいけど、当たんなかったらまあ今みたいになるとかさ。そう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 。だからその辺でマイピエできればマイピーがあるからちょっと様子見しようっていう、そのちょっと違う意味での様子見が生まれるよね。そう、検査相性に基づいた様子見みたいなのになるよね。それはね、アタチアイが出るんだ。頑張って。アタチアイか。ちょっと難しいけど、ちょっと難しいけど、勝てるっていうか、まあ勝ちやすいって感じかな。厳密にはこっちだ。それでも勝てる。でマイハイが社外戦にめっちゃ勝ちやすくて結構カウントするんだこっち。そう、だけどそうするとエースの方がマイハイに勝ちやすいとかあるんだよね。上判定に結構前に出るから、ソルが、前ハイがエース振ってるとまずこっちが負けないんだ今のは。まあ間に入ってます。うん、そういう風になんかこう何が勝ちやすくて何が結構有利とか、そういうのを調べておくと、その真とも向き合えるようになるよね、地上で。多少はね、まあそれでも真が有利なんだけど、それで真が有利だから、まあ真が強いっていうことなんだけどね。第3回ぐらいでいったやつかな。そうだね、うん、そう、技相性を調べておくと、まあそういう大味な試合にならなくてもね、うまく、例えばさ、2割8割でソルが勝ってんのにさ、ブリンガー落ちたくないわけね。
ちょっと俺はあえて打つ派、まあ、お前は打つかもしれないけど、まあその長いスパンで見たら全然打ってもいいと思うけど、初見でそれやってもちょっと怖いなと俺は思うし、ね、うん、だからもっと効率のいい勝ち方はあるよね。ああまあそうだ、ね、そこで技を知っといたりすると、まあ、例えばゲージ 25% しかありませんと俺が、うんうん、でそっちがまあまあなくてもあってもいいけど、それでブリンガーを打つってなると結構まあ確かにそんなにねいきなり潰されることはないだろうし、これ結構さ潰すのきついからさ、まあ、潰れたとしてもこんぐらい済むとかあるから、そういう意味ではねまあいいかもしんないけど、まあ、もっとね技を調べておけばもっとこう、まあ、選択肢の幅が広いよね。だからブリンガーでしか永遠に勝てないと思ってたらさ、もう打つ打たないの2分1だよ。そう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 、だからそこはやっぱ知っとくだけで変わるよっていうのは覚えておいていただきたいなと思うので、なるほど、ぜひ皆さんこの2個、このゲージ 50% あった時のこのリターンを防ぐために勝てる選択肢を1個用意してみて。こう考えてでもスライディングとビークマンのにそれをさらに見るっていうのはやっぱ、うん、選択肢豊富だよね、シーンは。そうだから強いんだよ。強さの理由、まあ、あとは体育のリターンがでかいとか体育が強いとか、あと崩しもなぜか強いとか、うんうん、こういうのとかね、まあそういった理由があるから、うん、そうだけどまあ一個一個詰めていけばシーンでもやっぱ、例えばエレフェルトとこの間対戦して思ったのは、牽制してシーンの方が有利っぽいんだけど、うんうん、ちょっと失敗するとさ帰ってこないことが結構あって、あそうそうそう、いくらシーンでも結構帰ってきちゃう、帰ってこれないっていうか、その、うん、まあ負けそのままあっさり負けちゃうこともあるし、まあこいつ起き上がりでも遅いのもあってさ、なんか起き攻め重ねやすかったりするんだよ。うん、そうそう、そういうのもあって結構めんどくさくなっちゃう。まあ一応弱点があるね。そう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 。まあその辺をね考えてもらえば、ほ、まあ大丈夫です。いいかなと思います。大丈夫です。うん。そんな感じかな。あとは、はい、まあ基本は全部今のであって、あとはもうキャラ隊の応用のレベルだと思う。うん、まあ、例えばこれを見てからバックステップするとかブリッジするとかやるとちょっと早いパフに、そうとかね。じゃあなんか質問ありますかね。うん、あとはもうほとんど俺が、あとまだ確かに喋れることまだあるっちゃあるんだけど、結構もう細かくなっちゃう。なんかある？ジャンハイでどうしますかみたいな。ジャンハイに体育難しい。ほう。やってみようか。負けたー。あ、これがきついってこと？シャガハイか。シャガハイじゃねえか。シャガハイか。まあなんかあるんだよ、絶対。まあ確かに。ちなみに回だとね、マイピーだとダメなんだ。操作異常なんだよね。へえ。だからシャガハイいると絶対に回が絶対に勝つんだよね。そういうふうに結構ジャンパー専用技みたいになるから、うん、その辺を、うん、覚えておくと、あのね、芯に立ち系がそもそも微妙なの、それって。例えば立ち系落としてみ、あ、ちょっとガードしてて、来たら立ち系落として、違う、あの、どういうこと？いつか飛ぶから立ち系落として、あ、はいはい、その前でガードしてて、お、お前うまいな、これ落ちないんだ。いや、まあうまいんですよ。いや、うまいっすよ。あれ？うまいっすよ。まあ普通落ちないから。うまいっすよ。お、まあいいや、なぜか勝ったけど、じゃあソルが強かったってことにしておこう。まあ基本落ちづらいのね。はいはい。そうそう、なんか意識してないと、なんか今教えてたからっていうのもあると思うけど、うまいっすよ。あれ？うまいっすよ。まあ普通勝てないんで、多分ソル使いの方は分かっていただけると思うんですが、ジャンペースは結構きついんで。そう、まあジャンペースに、だからそもそもソルじゃない、シンに多分タッチ系を出すこと自体がおそらく間違ってる、キャラ対策としてね。そしたら投げちゃう。落ちるっしょ。いや多分落ちないと思うよ。え、ちょもう一回やって。お前分かってっかじゃない。え、おいや本当に本当に本当に、え、落ちるっしょ。ん、まあ、いろんな感じだ。おお、落ちるっしょ。多分落ちないと思うけどな。まあいいや、いつかいつかいつか、まあそういう時は。落ちるっしょ。え、落ちない出し方あんの？わかんない。俺はね結構ね、この辺かな。あ、これだ。あ、そこは、あ、これだ。どっから落ちなかったはずなの。あ、だ、めり込んじゃうと落ちちゃうのか。
おお、すげえな。落ちるぞ。落ちるぞ。ごめんね。体育うますぎて。ごめんね。やめて。企画潰すつもり一切ないんだけど。切れそう。うまくてごめんね、体育。まあいいや。とりあえず、まあ、総裁とかあるじゃん。まあ、要は。で、多分これもあんま、あれなんじゃない？微妙なんじゃない？あ、それは確かに。うん。おお、なんだこれ。うまいっすよ。それやばいな。うまいっすよ。まあ、まあ皆さんや、ちょっと今度シーンと対戦して、まあ、助けやってみれば分かると思うんですけど、結構負けると思うんで。まあ、とりあえず、まあ、回やったらさっき見たけど、MIP とか、その落ちづらい技があるから、うん、それをちゃんと変えられるといいかなと思う。だからジャンプハイも今まで見た感じ、それで助ける落ちちゃうんだねって俺思ったし、やり方次第で。最初のやつも落ちるってことか。うん。やり方次第で。国内落ちないから。まあいろんなプレッシャーがある中でできたらっていう感じかな。今 やってくれて分かっちゃってるから、ね、ああそうか、遅れると遅れると落ちない。あーまあ早め入らせたら、ね、早出したね、うん、ジャンパー入らせてくれてもかなりぶっぱあげよねこれ。あほとんど繋がんねえし。うーんまあそうだね。というわけですね。なるほど。他なんかありますかね。なんかありますか。新で質問。今回結構あれかな。ライドガード後の対処。ライドガード後の対処か。へえ。あんの3発出せるんですよこれ。好きな方向に、うん、レバーの方向で、うん、で多分リサーさんが言いたいのはこの戻ってくるのともう一回こう突進してくるの2択かな確かね。ド安定がなんかね危険かな。違う、3段目なんかね、例えばこういう風にやられたときに、そう、帰還してなんかやるとね絶対大丈夫だった。あ、かぐる。そう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 。え、技かぐるってこと。うん。あ、ほんとに。らしいよ。え、3発目ガードした後にってこと。そう、ガードした後にでね、カウンターしたー。カウンターしたー。カウンターしたー。弱いじゃねえか、この技。そうで、カウンターしなかった、25使いたくなかったら読み合わせ量が出る。例えば、突進してきたらもうさ、誰がどう見てもかかんじゃん。例えば、突進するね。これもかかんじゃん、どう見ても。ああ、まあそう。でもさ、やるこれ。やんないね。そう。そうすると、だから逃げるがまずメインなんだ。これがメインなんだ。そう。だからこれを念頭に置いて、どうしても痛いの取りたかったら、もうどうせ逃げんだから走っちゃえばいいんだよ。ああ、なるほど、ね。どうせだって一発食らうわけじゃん。そう。本当にムカついたらね引き裂かれたけど。例えばそうだな。あでね、あでそもそもガードになってたね。まあ恋愛になってかどこで打ったかよるんだ。よくやるのがさ受け身空中ライドとか。あ、はい、そうそうそう。こういうのとかもなんかもう多分大体こうするんだ。突進してったら角がなるってことは普通突進しないっていうこと考えていいから100%あったら逆に突進がメインなんだよ。ああなるほど。そう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 、はい、ローキャンできるからそこだけ考えとけばいいんじゃない。なるほど。そしたらもう突っ込んでこないっしょ。うん。で突っ込んでくるんだったらお前攪拌だぞっていうのを覚えておけばいい。その考え方をもとにまたさっきも言ったように組み立てればいい。いきなり突進してきたらもうリスクリターン全く考えてないからその人。そう。なんか多いみたいな。そんなやつには負けないよね。そうそうそう。まあそういう考え方になる。まあ俺はあえてやるけどね。俺はあえて出すけど。やりたけやればいいけど、やりたけやればいいけど絶対に安定しないからね。うん、まあ、やりだけやってくれ、うん。なるほど。で、リスクリターン合ってないことをするっていうこと自体がそもそも間違ってるっていうか、その、まあ、厳しいことをしてるから、うんうん、それを正しいって言うのかって俺は思わないから、まあ、うん、その考え方を相手の人は置いといて、うん、まあ、その選択肢、その、こういう心理要素があるんだよっていうのを覚えておくといいなと思います。というわけで、ライドの対策でした。まあ、帰還をすれば 200% 大丈夫。とりあえず待って帰還する。うん、ではこんなとこっすか。ラス1いく。ラス1の質問いきますか。じゃあなんかあんまないね。でもまあそうだね、うん、まあでも結構気になるとこ最初言った気がするしな、うん、そうだね。これ以上多分あんまないと思うからね。お、よかった。いつもね結構そう細かいとこあるみたいだから。じゃあいいかな。いいかな。あ、じゃあ最後あれ拾うわ。配信は街の様子を見るってことっていうね。まあこれもなんか1.5 回に1回ぐらい言ってる気がするんですけど、そうするべきっていうことはないから、うんうん、それが安全だよ、安全だよっていうだけで、
もしかしたら新使いでさ、うおーとかやってる人いるかもしれないじゃん、いきなり。いるね、うん、そういうタイプのやつもいるね。そういるだろうから、うん、そういう人にしたらやっぱ待ってくれるやつなんて美味しいってなっちゃうから、うん、まあ基本のシーンはそういう風に、まあリスクリターンとかその辺を考えて、うん、そういう風になるから待つのが安全だよっていうか、まあそもそも格ゲー自体が待つのが安全でね。そうだ、何も起きないから、うん、そう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 。というわけで、まあ、送信ノットは言わないんですけど、まあ相手を見てね、人と格闘ゲームやっぱ人とのあれなんで、うん、シーンっつってもね、数の子シーンとマセボシーンだと違いすぎるから。確かに、そうそうそう、同じやり方でやってると、まあ効率のいいやり方あっても10引くやり方にはできないし絶対に、うん、そうで10引きたいんだったらやっぱその人のことをもっと見て、まあこの人例えば 2,3 試合連続でやったら、この人全然 B 食打たねえなって思ったら、もうひたすら大技を決まくってエルク対策とかしてもいいしね。それでこうってやってもいいし、そしたらまあ今度やってくれるよそのうち、うん、何してんの、いい加減しろよって。そうそうそう、そういう風に考えていけばいいかなと思います。